どうも、まちゃんです。今日は私のモーニングルーティーンをご紹介したいと思います。まず私は朝一番に SNS のチェックをします。布団の中でゴロゴロしながら、大事な連絡が来てないかとか、ツイッター見たりとか、そうこうしているうちに20分くらいは経ってるかなって感じです。そしてお布団から出た後はまずうがいをします。ガラガラ。そして朝ごはんの支度をします。私はいろいろ朝の工程の中で先にご飯を食べちゃいたいので、まずお湯を沸かして、でこの時期は朝はあったかいミルクティーを、このスティックタイプのミルクティーを毎朝飲んでます。ほい。そして私は朝は基本的にパンを食べます。最近はこの黒糖ロールが好きで、これはちょっと温めて中のマーガリンがいい感じに溶けた状態になるのがベストです。あ、そうで、このお湯の量すごい重要で、ちょっと多くなったら薄くなったりするんであれなんですけど、特に測ったりはせずにいつも目分量でやってます。はい、そうこうしているうちにパンがね、いい感じに温まったかなと思います。ちょっと焦げました。まあいいでしょう。はい、そしてご飯の後はしばらくぼーっとした後に歯磨きをします。私歯磨き粉は中に粒々の入ってないタイプのやつが好きで、あとフルーツの味がするのが好きなので、今はピーチのやつを使ってます。そして顔を洗います。この時はヘアバンドがないと髪の毛がびしょびしょになってしまうので必須アイテムです。ほい。そしてその後はメイクをします。あ、そうで、この後ろのテレビがいつもはついてるんですけど、なんか朝あんまり時計を見なくて、このテレビから流れてくる音を聞きながら、だいたい今何時かなっていう時間を把握してます。あとこうテレビ見ちゃうと動かなくなるので、あえていつも背中を向けて座ってます。ほい。メイクができたところで次は服を選びます。これはいつも結構時間がかかりますね。ほい、着替えてきました。で最後に髪の毛のセットをしていきます。セットって言ってもそんな大したことはしないんですけど、このスタイリングシャワーをシュシュシュって軽く振ってから、くるくるドライヤーで寝癖を直していきます。頭の丸みを出していく作業ですね。ほい。そして前髪はこのちっちゃいストレートアイロンで軽く巻いていきます。なかなかうまくいかない、こう何回もやり直す日もあったりします。こんな感じで。そして仕上げにこのヘアコロン、ヘアフレグランスをシュシュッと振りまして完成です。はい、ということで今日は私のモーニングルーティーンをご紹介いたしました。すごいシンプルな朝なんですけども、皆さんはどんな朝をお過ごしでしょうか？自分はこんなことしてるよとかがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、バイバーイ。